11話から引っこ抜いてきました日本のことを説明、これ私の完全な実話をそのまま、今までの漫画もね、人から聞いた話とか、あと自分の経験結構ぼかして書いてるけど、これは そのまんまのことを書きました。なんかこうメキシコ人が、へえ、日本のカラオケがそのカラオケな、カラオケってこれキャラオケですか、キャラオケ、キャラオケになったんだねみたいな。他にもそういうケースってあるの？そうですね、例えば過労死ですかね過労死みたいな、ピーンってくる、働きすぎて死んでしまうことですって私言ったんですよ。でメキシコ人が、え、どうして死ぬまで働くの、がガチでびっくりしてて、仕事辞めて家族と過ごせばいいのに、改めて聞かれると難しいなって、すごいピヨピヨに聞いてくるんですよ、どうして死ぬまで働くのってピヨピヨで聞いてきて、私も知らないよ、だって多分日本人は責任感が強すぎる人が多いんじゃないですかね、休めなくて私がやらなきゃって思っちゃうのかもって言ったら、日本怖って言って、僕死にたくないので帰りますアディオースみたいな、僕らそこまで働かないで安心してよって、まあ、実際めちゃ過労死聞かれると超大変でした、まあ、働きすぎて死ぬことなんだけど、なんで働くまで死ぬのかピョッピョで聞いてくるんで、完全に私も知らないのでこう説明できないってことがありました。ということでロシエルさん、そうですね、まあ、今回のケースは千代田さんが自分の方からそのちょっと難しいテーマを出してしまったんですけれども、ばっかりね、はい、逆の方が多いですね、外国人の方から難しい質問が出てくるんですね。そしてまあ日本でホールグラムを結婚する人がいると聞きましたとか、なんでクジラを食べるとか、なんかそういったような話があって、なんかどう答えればいいか、日本人は結構困ることが多いと思いますね。でもいろいろ外国のマスコミにあるものを聞いて、それに基づいて質問することがあるわけですね。数ヶ月前に実際に聞かれたのが、まあ、過労死の他に、どうして日本ではなんか襲われたアイドルの方が謝罪するんですかって、みんな知ってますこのニュース、マジ無駄か悪いか言わないけど、報道されます、ね、うん、なんか私も知らないみたいな、だからそれはまあ私日本人だから、日本のこととしてみんな聞いてくる。そうですね、なんか皆さんが外国人の目では日本の代表ですね、代表って思われるんです、はい、はい、そう、それ超重要ですよね。だからやっぱこうその場に日本人がいて、そいつが超態度悪かったらマジ日本人クソだなってなるわけですよっていう話、はい、そうですね、ですからもし答えられるのであればどうぞ答えてください。そしてまあ This is just my opinion とか、まあ Not all Japanese think about this the same way とか、のように言って自分の意見を言う、あるいは本当に話したくない感じだったら、This is kind of controversial in Japan とか、This might not be the best topic to talk about at work とか、のようなことも言えるんですね。ですから自分がどれほど答えたいのかということですね。だいながら、ちょっと外国人と話すときには、自分の質問が外国人が困ることもあるかもしれません。まあ私は平気ですけど、よくアメリカ人が最近日本に来るときにはみんながトランプ大統領どう思いますか聞かれるんですね。まあ私は平気で大嫌いと答えるけど、でもそういうふうに言いたくないとかっていう人はちょっと困ってるっていう声も顧客から聞いてますので、それもちょっと気をつけてください。